今日からなんとジムに通います。39年間 100% インドア派で生きてきたはずですが、ジムに行くことになりました。今日から3ヶ月プラン、食べるものとトレーニングの内容をドキュメントしていきたいと思います。エクササイズお家でやってるだけでも楽しいんですけど、なんか中途半端なんですよね。だから一回ちょっとまずプロの人にマジでちょっと学んでみようかなと思って、で3ヶ月っていう一応短期間なので、もうこの3ヶ月追い込んで今回ちょっとマジでやってみようと思います。ここのジムのトレーニングハードタフって聞いたので、今日の朝はウォームアップとストレッチだけしました。もうすでにあの一昨日の筋肉痛がまだ残ってるので、今回の一番の目的はメンタルが目的で、痩せたら自信が持てる、痩せて B ボディを手にして綺麗になったら自信が持てると思っている人たちがたくさんいると思うんですけど、それは本当なのかっていう実験をちょっと身をもって体験してみたいと思います。なので一応メインはメンタルの変化で、やっぱりおばさんになりたくないっていうのと、メンタルの変化に意識を置いてちょっと3ヶ月追い込んでみたいと思います。どこまで頑張れるかわからないけど、雨だ、行ってきます。怖い、イエーイ、頑張った。最初怖かったけど慣れないとこだから、しかもジムとかアクティブなのやったこと、人生でやったことないし怖かったけど楽しかった。一回お家帰ってプロテイン飲んでから、食事のメニューの話したので、食料品買いにお買い物行こうと思います。頑張る。なんか目がチカチカしてる気がするんですけど大丈夫でしょうか。見えるとこと見えないとこがある水で混ぜて飲むのにずっと抵抗があって飲んでなかったんですけど、豆乳は脂質が高いからあんまりダメみたいで、今日から水で飲みます。今日の体重とか体脂肪がこんな感じだったんですけど、これ以上体重は落とさない方がいいみたいなので、普通のダイエットとはちょっと違うと思うんですけど、この食事とか筋トレとかドキュメントすることで皆さんにもモチベーションとかインスピレーションになる動画になったらいいなと思います。なるべく脂肪を抑えたご飯になってます。トレーニングする日としない日のメニューもらったけど、私はもともと揚げ物とかハンバーガーとか食べないので、そんなに困るメニューではなくて、嫌なものとかも、今日はグラノーラとプロテインシェイク、全卵1個プラス卵白1個。お昼から納豆を食べるのにとっても抵抗がありますが、オムレツときんぴら。昨日ジムから帰ってきて、お家でプロテイン飲もうとしてる時に目がチカチカしてるって言ってたと思うんですけど、その後車で運転していったら左目の視界の端っこだけ波打ってきたんです。で、こんなの初めてだから怖くってググったら失明の恐れがあるとか、今すぐ病院へ受診してくださいとか、脳梗塞の疑いがありますとかあって、不安を持ちながら筋トレ続けるの嫌だなと思ったので、今日の朝はストレッチをやめて病院に行ってきました。片頭痛の一種なんだそうです。頭は実際痛くなかったんだけど、それでも片頭痛の一種みたいで、治療法とか特にないみたいなので、ちょっと筋トレの強度を下げるとか、こまめにお水を飲むとかで、なんか様子見てくださいみたいな感じで、不安があるままだったら 100% エクササイズも楽しめないから、今日のところ不安が一応減ったので、早めに受診してよかったかなと一応は思います。美味しかった。キドニービーンズ
本当は豆だけって言うつもりだったと思うんだけど、スープになっちゃった。スープになっちゃった。得体の知れないものができました今日のラストミール、私はこれ食べてヨガやったら寝ようかな。見た目あんまり美味しくなさそうだけど、意外と美味しかったです。あんなにいっぱいでお腹いっぱいモリモリだったのに、モリモリ入ってたのに脂質 0.425 ってすごくないですか。昨日からこのパッケージの裏ばっかり見てます、この成分表の。Hey, good morning guys. It's Friday. 毎朝これからグルタミン飲みます。おとついのジムの筋肉痛がついに来ました。これは寝起きと運動後に飲みます。今日はトレーニングする日用の朝ごはんです。お家でホームワークアウト一人でします。ジム行き始める前の週末に次のチートデイがいつ来るか分からないから、食べたいものをいっぱい食べたんです、その前の土日に。だけどジム行って先生と相談したら、結果的には週1チートデイやっても大丈夫だよっていうプランになったので、無理して食べることはなかったみたいから週1は好きなの食べれるし、お酒も飲めるから私的にはラッキーだったなと思います。なんか他の人のプランでは5キロ落とすまでチートデイなしとかっていうプランもあるみたいなので、昨日食べたバニラ味も美味しかったけど、これもプレーンみたいのかな、あんまり味はないけど私は全然美味しいです。Today's second meal。 これ食べたらエクササイズします。運動中はこれを飲みます。今日のお家でのエクササイズはヒットと足とブリ、お尻です。筋肉痛が残ってたらそこの部分のエクササイズはやらない方がいいみたいなので、昨日は休みだったけど、おとついは腕、上半身、背中だったからそこと違うやつを今日やりました。で、お家でやるエクササイズも私はカーディオをやる必要はないみたいなので、ヒットとかウェイトとか、レジスタンスバンドとかを使って負荷をかけたエクササイズを中心にお家ではやります。これも人それぞれ自分が目指しているもの、痩せたいとか絞りたいとか太りたいとか筋肉つけたいとかで違うと思うので、自分に合った目標をどうなりたいかっていうのを、自分の体脂肪とか筋肉量とか身長体重ライフスタイルに合わせて自分に合ったプランを作ります。今日ラストミール、本当はベーグルとツナだけど、ベーグルがなかったのでアボカドと水煮のツナ。 You clearly can tell by my voice that I'm not a morning person. ずっと同じの食べてたり、ずっと同じ運動ばっかりしてたら体がそれに慣れて体重が落ちなくなったり、あんまり変化が見られなくなるので、それを崩すためにチートデイをします。昨日の夜いきなりオールが現れました。 I think this is from the dumbbell workout that I did yesterday.So here's a triumph. Or it's just showing that I'm doing wrong. いっぱい足にもあざができてきてます。これ炭水化物だよね。洋菓子はさ、トランス脂肪酸があるからダメって言ってたけど。どれで洋菓子全部。日曜日。ワクチン後で運動できないから、運動できない日の朝ごはん。
砂場で山作った時みたいな山。昨日はハイカーボチートデーだったはずで、私の理解では炭水化物をただ多めに取ればいいだけと思ってたら全然違くて、ハイカーボだから炭水化物は高いけど低脂質のものなので、いつも食べてるなんかお団子とか和菓子系をたくさん本当は食べないといけなかったみたい。だから脂質とか他の余分なものはそのまま低いままの予定だったみたいだけど、私の理解が間違ってて普通にチートデーみたいになってしまって、先生にそれ違いますって言われて昨日超へこんだ。私のチートデーはハイカーボデーと普通のチートデーが各週で交代交代でやる予定なので、昨日のを普通のチートデーにしてもらって、来週次のチートデーをハイカーボチートデーにしてもらうようにしました。こんな、なんだろう、自分のミスが起きた時とか自分がどんだけパニックるかっていう、39歳になっても先生に怒られた時の生徒、先生に褒められたい生徒みたいな気質が出てくるのが面白いなと思いました。で、昨日はもうパニックってお部屋を掃除しまくりました本当は昨日筋トレしなかったから今日筋トレの日だけど、ワクチンの次の日で運動できないので、今日までしっかり休んで明日からまた筋トレ頑張ります。Good morning! ワクチンの痛みもだいぶ引いてきたので、今日はトレーニングデーの朝ごはん1。最近はこの YouTuber が好きでしょっちゅう見てます。得意の1回ハマったらとことん全部見るやつで、20歳とかはとっても若い子だと思うけど、外見だけ気にしてこうなんかプリケツ作るみたいなじゃなくて、とってもちゃんと専門知識持っていて、ご飯の話からエクササイズのフォームとかタイミングとか、それだけじゃなくてちゃんとインナーワーク、こうメンタルの話だったり栄養学の話だったり、とっても専門的にこう細かく楽しく元気に話してるのがなんかとっても好きで、最近しょっちゅう見てます。で、それ最近の気に入りってからストーリーにメンションしてあげたら、この子もその私のストーリーをメンションしてくれて超嬉しかったです。余計テンションが上がるモチベーションになります。 She's bringing up so much positive energy and I like the way she also works on mental health and nutrition and inner work such as affirmation and then kind of like a spiritual work。 そしてなんといっても足がとっても綺麗、体全体がもうフィットネスモデルみたいな完璧ボディです。ちょっと元気になってきたのでウォークアウト始めます。前も言ったんですけど、私の場合体重を落とす必要はないのでウエイトを使った筋トレがメインになります。Oh.
月プランの1週間目終わりました。私は数字よりは見た目の方を重視してるんですけど、一応目安のためにこの間の水曜日と昨日の火曜日の数字の違いはこんな感じです。体重は変わらなくて体脂肪が落ちてるのはいいかなと思います。その日その日によっても数字はどんどん変わっていくものなので何とも言えないんですけど、で今回の目的がメンタルの変化の観察なので、ちょっとメンタルのお話しすると、正直なんか最近あんまり元気じゃないです。だからご飯が足りないのか、自分の理想が高すぎて全然今とそれが違いすぎるっていうのに自分に落胆してるのか、1週間でそんな変化見えるわけないのに理想が高すぎるのか、あまりにも結果出したいって考えすぎて自分にプレッシャー与えてるのか、そんな感じかなと思います。だからご飯とかは一応先生に相談できるから大丈夫と思うんですけど、そのメンタル、自分でお家で一人でやってる時、この今年の4、5、6月ぐらい自分一人で筋トレやってる時はとっても楽しくって、なんか毎日元気でエナジャイズだったんですけど、最近は元気がない方が多いかなと思います。この間のこの先生に怒られたくない生徒、先生に褒められたい生徒っていう、なんか昔の気質が出てきたのも面白いなと思うんですけど、やっぱりただ痩せたいっていうだけではダイエットとかこの筋トレとかは続かないなと思いました。結局命がけです。この間のこの偏頭痛の件とかもあるので余計それを感じたからかもしれないんですけど、ただ痩せたい、ただ綺麗になりたい、こんな洋服が着たい、インスタ映えしたいとかだけでは絶対続きません。でプラスなんかダイエット食品のこれ食べたら痩せる、これ飲んだら痩せるとか、なんかそんな簡単な方法は絶対ありえません。努力のみです。メンタル、食事、自分の体に入れるものが自分の体を作ります。だからまだ慣れてないから、その不安とか慣れてないなんか違和感、居心地の悪さみたいのでこうなってるのか、自分の本質のデザイア欲求とずれててこんななってるのか、まだそれはわからないので、ちょっとこれからも観察していきたいなと思います。今回の動画から何か学べることはあったでしょうか。 What's the takeaway from this week's video? 脂肪ゼロ、低脂肪のご飯でも美味しくて満足、お腹いっぱいになるのはあるよっていう情報が提供できてたらいいかなと思います。なんかウォークアウトの動画だから、なんかもっと元気いっぱいに喋りたいし、なんかお伝えしたいんですけど、無理するのは嫌なのでそのまま生の感じで伝えたいので、ちょっとあんまりなんかテンションが高い感じではないんですけど、数がこんなだからあんまり元気いっぱいに無理して喋るのも嫌なのでこのままなんですけど、何か情報があったり、こうモチベーション、インスピレーションになってるのがあったら嬉しいです。あと2ヶ月と3週間頑張ります。見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Bye!